旅人さん、ぼーっとしてるの？相変わらずだね。あんたと知り合ってからもう1年も経つんだね。この1年の間に大切な思い出も仲間もたくさんできたよね。あ、それから今日はもう一人仲間がいるんだ。本日のゲスト、バーバラの登場。こんにちは、旅人さん。あなたの笑顔を見ると空も明るくなった気がするね。最近は元気かな。もし機会があれば私もあなたと一緒に冒険がしたいな。あ、私は敵との戦闘はあまり得意じゃないけど、治療と補給が必要な時は私に任せてほしいな。これに関してはバーバラを頼ってね。私も協力するよ。もし何か必要なら何でも言って。だってこの1年あんたにはお世話になったし、セピロス騎士団とモンドのみんなもあんたに感謝してるから。それと教会、あと私もあなたのお世話になったよね。これからも毎日一緒に楽しく過ごせるといいね。じゃじゃーん、旅人さんと出会って1周年を記念してたくさん思い出を集めたよ。この1年忘れられない思い出がたくさんあるよね。壮大な冒険とか、これらの思い出をくれたあんたとか。気持ちを思い出せるかな。アンバーはこの日のためにもう何日も休んでないんだよ。うん、私セピロス騎士団偵察騎士アンバー、1周年の名のもとにあんたに招待を送るね。このテイワット大陸でこれからの日々ももっともっとたくさんの思い出を作って一緒に冒険しよう。うん、1周年は始まりに過ぎない。2周年も3周年も、うん、旅人さんと一緒に迎えられるといいな。風が私たちの思い出を記憶し、前へ進む力を与えんことを。1周年おめでとう。